んにちは、わざかつです。今日は早坂めぐみさんによるイラスト制作です。イラストレーターとカリグラファーの早坂めぐみと申します。今まで主に雑誌の挿絵やお菓子のパッケージのイラストなど手掛けてまいりました。イラスト1点からでもお気軽にご注文いただければすぐに対応いたしますので、ご連絡お待ちしております。あらかじめ描いた下書きの上にまずは線を引いていきます。でフォーク描いていきます。の写真を見ながら細かいところを描いていきます。はい、で、色塗りに入ります。まず最初に白でベースとなるところを塗ります。で、色ごとにここのレイヤーを別の層のレイヤーで描いていくと後で修正が簡単にできます。はい、でここからそれぞれ、色ごとにはみ出ないようにっぽさを意識して塗っていきます。あとはちょっと小物を描いていきます。で
イラストの方ができたので全部まとめて文字の方を書いていきます。装飾も書いていきます。はい、先ほど iPad の方で書いたイラスト と、文字と装飾をパソコンのイラストレーターに取り込みました。でここからまずこの文字と装飾の方を拡大とか縮小しても画質が劣化しないベクターという形式にしていきます。画像トレースで拡張するとできましたね。これで拡大縮小しても雑ザラザラしない素材になりました。イラストの、ちょっとテイストに合わせてこっちのイラストの方もトレースすることがありますが、ちょっと一回やってみて見るとそうですね。でもあんまり変わらなそうか。これもトレースしたので、なんて言うんだろう。拡大縮小しても、あとは色の変更とかもかなり簡単にできるように。あとはちょうどいいところに配置していくだけです。例えばこの文字とかもベクター化しているので色を好きに変えることができます。今回は黒で。こんな感じで、例えばこれはメニューとかに使えるようなシンプルな食べ物のイラストと文字の組み合わせの画像ができました。これをあとは任意の保存形式で保存して終了になります。はい、終わりです。ではわざびとを紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。チャンネル登録お願いします。にゃは。